スペシャルゲストでございます。佐藤兄さんと明兄さんでございます。お願いします。どうぞ。ずっと思い続けてたね。そんなことない。あの時は可愛らしかった。何言ったの。だから僕がずっと新規を取ったら多分結婚しないと思うわ。もう興味があってね。はい、この人、女の人の絶対断ると思う。サバの順またね、一緒にあれ取ったらできてんのよ、よう言われたよ、みんな。そんなやつばっかり取ってんの。だから、ええじゃないけどね。今日安いもん、新劇。兄さんせいで僕、チャンネルバンされるって。全然ちゃうかな。だけど、僕はその当時の先輩方のお給料を知ってるの。え、あ、そうなんですか。悪い人でしょ。月給制のみんな知ってるもん、大体。そうなんですね。知ってる、知ってる。そう、飲みに行った時にも先輩方聞いたりするんですか。いやいや、あ、だから見てるんですか。研究生と僕は持っていかなかね、みんなの、はい、十何人の、はい、ほんで、お前持ってこいって、はい、ほんで、僕が持って行って、はい、おい、では若いやつ、もう、はい、行こう行こう行こう、はい、私に行かあいつら何も持とんねんやっそ、おい、見ろやらしいわ、そんな、見ろ、やってんのこんなんで、盗撮的なことになれへんのお前ですねやっそ、小学48年の時はね、夢ないなぁ、夢ないなぁ、そらそやん、思うてん、はい、考えたら普通の人はね、8時間働きやんねん、はい、考えたら新喜劇なんて、はい、45分2回やん、はい、で45も出てへんから、そうですね、言うても15分出たらええ方や、はい、5分も出たらね、そんなもんなもん、20分30分終わりやん、はい、当たり前や、安いのそう思ったわ、考えたら、はい、時間給で言うたら、はい、うん、でも、夢ないなと思ったもんそれでもね、みんな30代やねん、先輩でも、はい、それはね、こっちゃに見えんね、うん、今みんな若いの30代って、まだ30代やな、はいはい、若手やもんね、30代、はい、だから、ね、チャーリー、やないこうじゃ、あれでも僕ら一回り上やね、はい、若い時19代、31やね、はい、それでも、おっさんというか、落ち着いてるというか、はい、若手には見えんかったわ、うわちょっと おっちゃんやなという感じやったわ、はいはい、なんかあの当時、漫才の方でも師匠と呼ばれる人が、はい、今考えるとめちゃめちゃ30代から20代なのよ、はあ、だから考えたらや若かったんやみたいな、そうですね、そうなんか三振やん、でもだから30ぐらいやったんちゃう、俺入った時、分子師匠ね、今の分子師匠、だけどやっぱ三振の名前が好きやから、うん、僕ははいマリンさん好みはいいんですよいやいやほんまに二角師匠でも35、6や、うん、それでもやっぱ落ち着いてあってもああ、はい、でその先代のね、古文書いてあってん、はい、文書のまだお師匠なんで、古文書、その人文書になったんやけど、はい、それで43や、僕スタマリウやって、はい、で43でも おじいちゃんかと思ったら、そう思ったもんそのぐらいどっしそうやねん、43がやねん、もうしんどないんこの43って思っとったもん、 そんなおじいちゃん、今や40だったらまだ若いやん、まだ全然分かって、中堅、こんだけ違うもんかな、いや、みーこ姉さんが思ったから、僕僕がいた時27が8やって、はい、姉さんいくつですか、20今年8や、えもう30前でかいの、はい、おばあちゃんですやん、はい、そうか、いや、私もう22歳も出ましてん、はい、その孫見えて、はい、その時さ、27歳でもおばあちゃんやって、えぇ、なんか最近結婚した金原ちゃんとももう31とかなんで、うん、今若いねん、今若いし、ね、全然ちゃうねんな、あの当時は多分結婚適齢期が23歳だったの、はい、あ、だいぶ若い、でそういうドラマもあってね、あの24歳揺れる、はい、揺れる24歳だっけ、なんかそんな20を起こしたらもう生き遅れやん、生き遅れに、あ、ええーうん、そんなことカラスの足音とかできるって言うとったな、ここ足音ってない、足音足跡それはできるってね、あの小前知らとったもんね、はい、絶対見たことないです知らないです、え、そうやってあの皆さんで飲みに行かれてて、うん、だんだん仲良くなっていって、そのプロポーズとかはもちろんそう考えてるみたいなからしはったんですか、うん、どういうタイミングでしはったんですか、これどういうタイミング、あれはね覚えてますよ、ちょうどその1000円回避で、はい、居酒屋にみんなで行って、あ、みんなで行った時に、うん、みんなで行って、はい、そして隣がうどん屋さんやったの、はい、でそのうどん屋さんにみんなうどん食べに行くって言って、はい、私もお腹いっぱいとか食べへんの、そこに残って、はい、それで二人きりになった時にそんなこと言いよって、言いよってないですだってね、そこで言うみたいな、あ、そうですね、プロポーズね、プロポーズっていう言葉でもないの、ないない、あ、そうなんだ、そんなこと言うてんやもん、いやいやいや、でもそう考えてんねんみたいな、この先何も予定ないんやったら、そう一緒になろうって考えてんねんみたいな、なんか、うん、そんならしきこと、まあ、はい、若菜さんと一緒に住んでもかめんよって、はい、ほんで明音さんその時にそこに結構ちょっと動いた、あの、はい、まあ、言うたら高尾美幸ちゃん状態やったから、はい、お母さんと二人暮らしになって
なかなかこう置いてどうっていうのはやっぱりその先行きのことを考えたりする、はいはい、なんかそこでちょっと動いたけど、はい、でもこういうふうにして先輩であっても瞬間湯沸かし器はもう昔からでしょ、はいはいはい、で大丈夫かなとか、はい、そうですね、うん、それとか別に、はい、あのすごい好きとかそういうタイプでもないしみたいなあるでしょで、え結婚ってもう好きで好きでたまらんとか言う人じゃないとあかんの違うかとか、はい、いっぱいええ年してんのに、はい、それを考えた時に、はい、みどり姉さんという存在が現れた。あ、そうですね、聞きました、はい、みどり師匠からの楽が一番やで結婚楽が一番やで結婚は、へえ、そう言われて、その言葉聞いて、うん、なんだかんだって毎回みどり姉さんに相談して、はい、猫や猫やって結婚っていうもんやなみたいな、そのいろいろと教えてもらって、はい、そして今があるみたいな、はい、その時にみどり姉の年が多かったわけやね、ごまかしとったんかいないって、そう、何でもいいんですよ、3歳ごまかしまんがないいらないでいいじゃないですか、3歳でもあの当時って結構そういうのってあったよ、ゆみ姉さんだって40歳の時にカミングアウトしてるからね。あ、そう、で、あ、そう、で、それで40歳のお誕生日の時、私も一緒にパーティーじゃないけどそういう時に、はい、その時に私カミングアウトするわみたいな感じの40歳っていうのを私すごい覚えてて、うわ、知りませんでした。だから今はもう正直に私口あって言う、はい、そうですね、今は言うたわね、うん、なんかええもん考えたら ね元気やし若いしとか、年でっかいもんは当時も言うたあかんかったね、年もね、あ、言うたあかんことないけど、あんまり言うのは嫌やったけど、最近はね、はい、なんか高齢かなって聞いてから、はい、私若いやるのが一番ええみたいな、ね、そうです ね、で今ここでご結婚されても何年、28年、今年そんななってんの、28年、なんで忘れてたんですか、忘れてた、忘れてた、今年28やね、もうそう、もう28年うまくいったらないですけど、その秘訣というか、やっぱりね、今新劇団員がたくさん結婚されてますから絶対見ると思うので、ほう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 、28年長く続けれる秘訣というか、やっぱその楽が一番ですか、先ほど明音さんが言った楽が一番という、まあもちろんそれもあるし、はい、結局そのあんまり干渉しないこと、え、うん、ね、うん、みんながそれぞれこう、はい、自分の生き方とかもあるから、もう好きなことやってっていう、うん、例えばもう本当にいろいろ生活面のことで、はい、こうやってもう言うたら私たち男同士みたいなもんでしょ、この仕事してる人って、はい、ね、ただやっぱ自分の範囲内のことをやっといけばいいわけだって、はいはい、うん、なんかそこで あんたの稼ぎが悪いからとかなんとかやとかいうのは絶対にお、ごはったやし、はいはい、もうその分で好きなことをしたいんだったら、はい、これしよう思ってんねん、あ、ほんまやったら、はい、みたいな状態になるし、そんな干渉し合わないことが秘訣なのかもしれない、はい、まあ好きなよね、飲みたいけは完全に飲みたいじゃん、だから私がいくらもらってるかも知らないし、私もこの人がいくらもらってるかも知らないし、貯金もいくらお互いに持ってるかも知らないし、お互いに、そう、マロ兄さんが秋兄さんの給料明細こうやって、あ、それは見てるね、つけてたか見それは見たことない、あ、見たことないんですね、あんな見てはったのに、ね、先輩の給料あんな見てはったのに、あの人は興味あって若いから、今はもう大体分かってる、大体こんなもんやもんな、分かるやんか、はいはい、あ、だからもう丸兄さん、ある程度アゲネさんのそのお給料というか、まあ、分かるもん、大体そんなもんの大体そんなもんね、なるほど、携帯で分かる場合とっては、はい、その人の生活ぶりじゃないけど、はい、こんな服着てるかなんとかで大体当てはんねん、はい、これ最近給料上がっとるな、これ服変わっとるもん、車通ったな、おかしい、これは上がっとるから、上がっとるから、ラジオになったから上がっとる、言い方なし、社長なんか上がっとる、いや、そういうのあるもん、言いますよ、それ、うん、はい、そういうのはもうあるからね、絶対に、絶対変わんねん、給料上がったら、はい、やっぱり生活が変わるし、そうですね、いろんな面で変わってくるから、はい、目に見えて見えるもん、はい、あ、目に見えて見える、目に見えて、もう、ね、目に見えてますから、目に見えてますからね、それ、これはちゃうで、これ同じことない、絶対ないわ、いや間違いない、はい、じゃあ丸兄さんが結構うまくいく秘訣はじゃあまあどうですか、お互い好きなようにいけたらいいんちゃいますか、あ、一緒にやっぱり、そう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 、うん、別に一緒のご意見で、うん、でたまにね、はい、一緒に飯食えるのが一番いいんですよ、月に1回でも、それぐらいね、うん、そうそう、でそれが一番いいんちゃいますか、ご飯毎日食べてますよ、一緒に、あ、もちろん外食する時なんかでも一番大事でしょ、あれ、あ、デートみたいなのも月に1回するとか、そうそう、それはそれが一番いいんちゃいますか、うわ、結構ね、こう見えてね、ロマンチストで、はい、で、結婚5周年の時に、はい、あのハワイに行ったの、ハワイ子供を連れてね、はい、で、元々私たちは結婚式をハワイであげてるのよ、はいはい、で、何にも言えへんとホノルルマラソンに挑戦したいからっていう状態で家族旅行で行ったら、はい、そしたら突然ワインを買おうだ、なんだって言い出して、はい、で、なんなんて思って、はい、そしたら、はい、いや、5周年やからな、
今日結婚記念、私も忘れてたんですか、はい、ね、5周年からここでワインで、あの、はい、ハワイで乾杯しようと思ってみたいな。うわ、ロマンチックやないや、ほんまロマンチックは止まらないのやかましいわで、これね、そしたら私味しめて、はい、10年目は何してくれんのかな、はい、何してくれんのかなって言ったら、はいはい、そしたらダイヤモンドの指輪買った。うわ、それも私とこが12月14日が結婚記念日なんやけど、はい、その時はスルッと過ぎていったのよ、はいはい、私も忘れてるし、はい、そしたら子供のクリスマスプレゼントの24日の日に、いつも私が用意するの枕元にね、子供の、はい、そしたら今年は俺が置くからもう先連れて寝かしとけ、一緒に寝とけ寝とけ寝とけって言うから、はいはいはい、何なんやろうと思う、まあまあいいやと思って、はい、子供と一緒に寝てて、ほんなら朝子供の方が先に目覚めて、はい、あ、サンタさんからプレゼントあるとか言って、はいはい、ママ何もあるよとか言って、はい、したらダイヤモンドのプレゼント、ロマンチックやな。下地を締めて15年の時に何してくれるのかね、何してくれるのかまで言い出してそしたら今度はスイートルームを帝国ホテルのスイートルーム取ってくれて、そしてダイヤモンドのペンダントと、で何してくれたんだっけ、何したの忘れてもった、そこでコースで、あ、コースコース食べて、なんか花束の肉のコースやったわそれ覚えてる、それ覚えてる、それ覚えてる、それがね、そう記念日にはそうやってマル兄さん、あ、そうそうそう、なんかしとかんと、やっぱり、ね、周りがね、兄さんもう20年ちゃいまんのかいう声がおって、はい、あ、ほんまほんま、さあ、荻野さんちゃいますか、荻野ちゃん、誤解人やね、同じ、シンク真島さん、シンクさんのシンク、誤解人がね、はい、あの、やるのあるの、僕の知り合いがね、帝国ホテルなんかしてるから、言って、すごい、あ、言うときますわ、はい、言うて、用意してくれた、そうなんですね。その日はもう子供を親に預けて、うん、はいはい、もうずっとなんかサプライズしたから、だからもうあれ13年前や、13年前の、うん、そっから5年後どこハワイに行こうってまた言うとってんね、ね、なんかね、なんかで、ね、なんか、そうそうそう、私が、はい、あの大作家かなんかやから、あ、じゃパパやったからどっちかがなんか出るから、はいはい、こういう時にあんまり動かん方がいいねハワイとか行かん方がいいと、なんで結局やめたんやそれ、ってことはコロナでダメだね、25年もあかん、うんうん、あ、ね、でもそれで5年刻みでちゃんとお祝いしてあるんですね、うんうん、まあ、25年は銀婚式やらなあかんけどな、ほんまは、はいはい、だけど30年にやってくれたらいいね、うん、30年やね、ほんまに考えたら何もして、いや、もうコロナがね、就職したら、うん、そうですね、するから、うん、はい、しますからね、うわー、なんかそんなのがね、うまくいく秘訣らしいですよ、皆さん、うん、もうありがとうございます、いやいや、お時間もね、いやいや、全然もう、マリさん、ありがとうございます。もうお腹いっぱいになったね。そんなことないよね、お前。いやいや、はい、うん。まだまだ話聞きたいですけども。マル兄さん、今度お一人出ていただいて、マル兄さんの、 あのちょっと歴史聞かさせてください。ああ、なるほど。最初の研究生からの。あ、研究、もう1歳から。いや、生まれてから。僕ね、昭和40年代が好きやねん。そういうこと。兄さん、1歳からちょっと聞けないですよ。だから、10歳から。昭和39年の昔の東京オリンピックから語りたいのよ。あ、東京オリンピックから。あれずっと、あれが好きやね、昭和49年の。この10年間が一番好きやね、はい、そうだ、高度経済成長が一番好きやね、人間として。昭和29年生まれなんですよ。29年生まれ。で、東京オリンピックから。これは好きやね、あの自分の周りのね、皆さんがほんま明るい顔して、一生懸命働いてるなと、陰気臭い顔が出るもんねんかって。ほんまいい時代やったんや、高度経済成長。三丁目の夕日の時代、ね、うん。そうですね。あれを語りたい、皆さん。レコードが売れて、はい、映画も流行って、もうとにかく最高やって。ちょっと皆さん、その時にはですね、多分動画3時間くらいになってると思うので、よかったらぜひ、あの、マラニーさんゲストの時、あの、お昼の時、ぜひ見てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。主人もよろしくお願いします。あの、最後で、あ、また、あの、告知させていただきますけど、あけい姉さんも、YouTube チャンネルやってはります、はい、マルニーさんもマルニーチャンネルやってはりますので、うん、ぜひよろしくお願いします。今日のゲストはマルニーさんとアケニーさんでございました。ありがとうございました。皆さんも最後まで、ま、今度来週ですか、来週、来週、2、3時間トークです冗談です、ありがとうございました。さよなら。チャンネル登録もよかったらよろしくお願いいたします。みんな鉄道でございました。